ギタースポーツ沖縄大塩です。今日は上半身のアストレをお伝えします。上半身以前に胸の腕立て姿勢をどうやったらレベルアップするかということもお伝えしたんですけれども、今日は胸と一緒に、まあ共同で動く一緒に動く筋肉で二の腕ありますよね。上半身と同じように、これをメインに筋肉を入れる方法をお伝えします。で、アストレやり方も一緒にこうやってやるギプスとかもあるんですけども、今回はそれに体幹も含めて二の腕をガッチャンブルトレーニングしましょうってお伝えします。なのでアスリート用なので少し一般の方よりはスパイスがかかっててちょっとレベルが高めに設定しています。まあでもこれ全然ないよっていうことI'm going to go to the hospital.
したり、強度をどの強い方に高くしているか、もしくは今みたいにゆっくりゆっくり下ろすということで、まあ、時間をかけることでより筋肉の刺激をこうやっていく、でいつかこう刺激をするのに方法があるので、このどうしても家の中で体重だけだと物足りないっていう選手はですね、一個一個の動作をメリハリをつけつつ効かすところは効かせる